コメンテーターをご紹介します。株式会社ソアラサービス代表取締役社長五来千鶴さん、あったらいいなを形にする広島のシェアオフィスソアラビジネスポートを経営、広島の企業やクリエイターとコラボした商品開発や創業支援など人と企業をつなぎ地域を元気にするプロジェクトを推進されています。続いて宗教法人聖蓮寺住職明田修司さん、養護連携型認定こども園聖蓮寺理事長をされております。本日のラインナップはこちらです。窮する妊婦に宿泊施設、小さなギャラリー広島でキラリ、新企画コメンテーターの写真にまつわるエピソードを紐解く瞬間フォト、以上になります。では最初の話題です。最初の話題は窮する妊婦に宿泊施設、生活基盤整え産後も支援。広島県は経済的な不安や困難を抱えている妊婦が安心して寝泊まりできる施設を一時的に提供する支援を始めました。市町とも連携し、妊婦に必要な福祉制度の手続きを支援し、妊婦の孤立を防ぎ産後の育児支援にもつなげます。ということで、県内4カ所で最長1週間食事や体調管理のサポートをするほかですね、相談者の生活基盤を整えるため市町の担当者とも連携し、母子手帳の取得や公営住宅の確保などの手続きもするということで、まあ、妊娠が分かったけれども夫から DV を受けて逃げ場のない女性、一人でも生活するのに苦しい状況の方、誰にも相談できずに困っている立場の女性、まあ、いらっしゃるわけなんですけれども、五来さん、こちらのトピックスはいかがでしょうか。弊社、まあ、ソアラサービスには、はい、女性のスタッフがたくさんいるんですけども、やっぱり相談を受けるときに、結婚前に結婚して子供産んで仕事続けるって両立できるかしらみたいな相談をよく受けて、まあ、女性の起業家なんかもそうなんですけれども、でこういったこう行政の支援ってだからすごく大事だなと思っていて、みんなだから子育てと仕事の両立が難しいかもしれないから、なかなかちょっと産むのを諦めるとか、一人にしとこうとかですね、なんかそういうふうになってほしくないなと思って、手を差し伸べてくれるっていうサービスがあるとすごくいいなと思います。フィンランドではネウボラっていう子供さんを産む前から補助するという公的なシステムがありまして、生まれる前から子どもさんが授かった瞬間からですね、細かくさまざまな立場の人に応じた支援を国のお金でやっていくんですね。そうすることによって、どんな方も子どもを産みたい、産めれる方をもっと産んでみたい、もっと子どもたちを大事にしたいっていうこのきっかけになるので、私どももクレシの方から援助をいただきまして、子育て支援っていうので無料でですね、いろんなマッサージであったり小顔セミナー、全くお母様だけの、でもお母様の気持ちを上手に、女性の気持ちを上手にほどいてあげると子どもさんに笑顔がいきますし、子育てって楽しいよって、やはりこうみんなで子育てをしていくんだよっていうこの発想がですね、広島県の魅力につながって、もっとですねこういう施策をたくさんしていただいて、広島は住みやすい、教育もいい、地域もいいっていうことになればいいなと思います。経済的な貧困なので、出産前から支援が必要と認められた特定妊婦という制度がありましてですね、厚生労働省によりますと10年前と比べると全国でおよそ7倍に増えているという情報があるんですけれども、明田さん、この数字どう見ますか。日本人ってやはり遠慮する方が多いので、もっと困っている時は恥ずかしいんではなくて、いつか恩返しはできますので、今困ってるんです、今助けてほしいんですっていうことを前向きに皆さんがこう行政に伺うっていうことは、そして病院とかさまざまなところで大丈夫っていう優しい声をかけてあげるっていうことが大事かなと思います。記事にもあるんですけれども、県子ども未来応援課というのがありまして、さまざまな事情で居場所がない妊婦に切れ目のない支援をしていきたいと、あります。相談窓口のホームページは妊娠 SOS 広島、
生徒健康の相談センターになります。一人で悩まずに公的機関にも相談先があります。まずはご相談ください。続いての話題です。小さなギャラリー広島でキラリ、地方からアート発信続々。こじんまりとした空間で若手作家の作品発表に力を入れるギャラリーが広島市内で増えています。オーナーが作家と展示手法を練ったり、狭いスペースを自由自在に活かしたりと、運営はユニークになっています。で、写真にもあるんですが、ザプールは築およそ60年の木造アパート1階にあったお好み焼き店を改装し、2021年にオープンしたそうです。一番大事なのはやはりギャラリストの人がその作家さんの独自性をこう応援して育てる。で、育てるっていうのは具体的にやはりこの人の良さを皆さんギャラリーに来ている方に伝えるっていうことと、そしてですね、経済的な基盤として欲しいものは買っていただくっていうこと。ギャラリストの方っていうのは大変なお仕事ですけれども、その作家さんが世に出て有名になっているこう時にギャラリストの方がこう作っていったという喜びもあると思いますので、作家とギャラリストは二人三脚で、その多くのそういう作家さんをやはり行政がこう育てていく。このアートツアーだけで一日過ごせるような気がいたします。運営するですね、小村ひとみさん、有望な作家に自ら声をかけ共に展覧会を作っているそうです。で、ビルの一室を改装しましたこちらの L ギャラリーはですね、平和記念公園近くビルの3階にありまして、フランス出身、広島市立大大学院で学んだルメテアデリンさんが2020年に開いたそうです。小さいギャラリーがたくさん増えるのいいなと思っていて、私の周りにも本当作家さんいっぱいいて、でそういう人たちが個展をね気軽にできるっていうのはいいと思っているんですけども、実はこのルメテアデリンさん、さっきおっしゃった、はい、ギャラリーを、ギャラリスト、ギャラリストのこのルメテさんも実はご本人も作家なんですよ。何かというとジュエリーの作家 で私たち実はコラボしてこれ作ったんですけども、ジュエリー作家さんでシルバーなんですけど、実はリサイクルシルバーなんです。リサイクルの金属を使って、で、ルメテさんのデザインで商品化したんですけども、そういったなんかこうその、たまたま我々はギャラリストとコラボしたんですが、そこに出ている作家さんたちといろんな人がコラボしていろんな商品作っていったりとか、なんかそういうふうにもつながっていってほしいなっていうふうに思いますね。美術で言いますと、トピックス広島の街でもありまして、今年3月ですね、広島市の現代美術館がリニューアルオープンということで、1989年の開館以来初めての大規模改修ということだったそうなんですね。で、新たにキッズスペースもできまして、まさに気軽に楽しめるじゃないですけど、そういう空間になってるという、これはポジティブなニュースですね、アグラさん。そうですね、今美術館って前は建物が主役のところがあったんですけれど、今はいろんな人が見やすく作品に集中できるような照明の当て方であったり動線の変え方であったりっていうことを注力されているので、よくねヨーロッパとかでは子どもたちが先生と一緒に美術を見に行ってるんですね。そういうことをやはりこう見て学ぶっていうことがいっぱいありますので、ぜひですね、各学校、幼稚園、高校になってもこう一緒に作品を見て歩くっていうことをこう推進、無料でねしたら、それは何倍にもなって今度世の中に還元してくると思いますので、パリでは、パリというかフランスなのかな、はい、学生は美術館全部タダでしょう。ああいう、フランス全部がそうなのかな、パリはそうなんですけど、ああいう取り組みもね、日本も、広島もやってほしいなというふうに今思ったんですけど ね、 若い人が気軽に行けるように、今度大竹、大竹に、下瀬美術館、ね、はいはい、その建物自体も味わえる、コンテナの色を変えてコンテナの中も回るっていう、カラフルな、なんか行った人が、友人が言ったんですけども、はい、
まあ、今想像してた以上にすごかったと。あのどうしても民間がやってるから、はい、まあ、こんなもんかなと想像していったけど素晴らしかったって言ってました。行ってみたい、ね、3月にできたばっかりということでね、大竹の下瀬美術館ということなんですけれどもね、はい、いや、アートの中でアートを見るというこれまたおしゃれなコンセプトなんですけどね、はい、続いては新コーナー瞬間フォトです。参りましょう。今週からスタートという新コーナーです。コメンテーターお二人の写真にまつわるエピソードをトークしていただきます。ではまず明田さんから瞬間フォトお願いします。はい、ドラゴンフライズ寺島亮選手を招いての授業参観。これ幼稚園でバスケットするってちょっと発想いかないんですけれども、寺島選手が来てくださるっていうことでお呼びしたら、もう子どもたちが大変喜んで、子どもたちよりにも大きい、まあ、頭より大きいボールを3歳児からもう5歳児までボールを追っかけて、その姿に親子さんも喜んでくださって、あのバスケットを楽しんだという。そうすると寺島選手がドラゴンフライズがどん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 調子が良くて、もう親御さんは貴重な会に呼んでくれてありがとうって言って、実は裏テーマがありまして、はい、寺島選手って実は読書家なんですよね、小さい時からご両親が必ず本を読む時間を大事にしておられたということで、人生の大切なことは本で学んだっていうぐらい本を今でも毎日読まれて、文武両道で読書も大事にされるんだなっていう、子どもたちに両方の良さをですね伝えていきたいっていう狙いが、まさにこの子どもたちの表情に現れています。バスケットボールって大きいし重いけど、子どもたちはそれを投げるんですか、ドリブルかなんか。ドリブルを先生が教えてくれて、できるようになるんです。日本代表経験のあるね、ポイントガードっていうボールを運んで、ね、ゲームメーカーなんですけれどもね、いや本当ドラゴンフライズね、チャンピオンシップ進出もクラブ史上初で決めましたし、でなんせもうね、お子さんにも優しいでしょうしね、寺島さんが触れ合った子どもさんがなんかこう印象的な言葉言ってたりとか、明田さんありましたか。バスケットボール初めての経験なのに楽しいっていう、もう顔から溢れている。そしてお父さんがバスケットされている方がいて、それを見て、あの僕のバスケット選手になるって言って、新たなこう型破りな参観日でしたけど、なんかすごく楽しかったなっていうことを、思い出の一枚なんで1回目に出しちゃいました。もうバスケとしかも読書っていうところでもね、壺を押せたというね、そうなんです、素敵な一日だったということでね。寺島選手はだって本の魅力を語る講演会に講師として呼ばれたりとか、選書した本が書店の本棚になったりとか ね、まさにそっちでも本物ですから。これはですね、どこかというと東条なんですけれども、あの開かずを作っている。そして私もですね、瞬間フォトあるんですけれども、こちらでございます。はい、